ドン・ジョ・バンニの騎士長に奮するブーハープ・フェニッヒ、ヘルマン・ブーハープ・フェニッヒ6月27日から1969年8月29日はドイツの声楽家、音楽教育者。外国人教師として来日し、日本の声楽家を数多く育てた。ブーハープ・フェニッヒと彼の妻はナチス政権の間に亡命生活をしなければならなかった避難民の音楽家であった。 ドイツ中林元州ミュールハウゼンに生まれる。当初は言語学を専攻し、博士号も取得している。主に忘れられていたバロック音楽の作曲家、ヨハンフリードリヒ・アグリコーラに関して論文を発表している。同時にデッサウのバス歌手、ルドルフ・フォン・ミルデとベルリンの V ・モラッティに支持した。1905年デッサウ私立劇場と契約し、 歌手としての活動を開始したまで。1908年及び1909年には合唱団員として、1911年には合唱団員とニュルンベルクのマイスタージンガーの夜景として、夏のパイロイト祝祭劇場に出演。1909年からニュルンベルク州立劇場で3シーズン出演。1912年にイルマ・ラーフェンと結婚。その後の4シーズンは、 デュッセルドルフ歌劇場で1916年からベルリンシャルロッテンブルク私立オペラで6シーズンを過ごした。ブーハー・アップ・フェニッヒは文化の中心である伝統的なオペラハウスでベルディとワグナーの主要な役やオフフェンバック・ホフマン物語のクレスペルとオイゲンダルベール・テイチのトマスを引き継いだだけでなくコミックオペラにも出演した。例えば、 今日は演奏されなくなったエメ・マイラーとの忍者の鐘などである。1920年にはベルリン国立歌劇場にゲスト出演し、1924年に南米の大規模なツアーを行い、ノルウェーとハンガリーでのゲスト公演にも出演した。1922年から1931年までカール・スルーエ州立劇場の合唱団に所属し、妻と一緒にカール・スルーエに 声楽学校を開設していた。1932年ブーハーップ・フェニッヒは東京音楽学校声楽科の教授に任命された。彼は日本でバス歌手として演奏も行った。アリアトルから1938年在籍とともにドイツのアリアの数々を紹介した。1934年11月16日、東京のドイツ大使館はブーハーップ・フェニッヒなどが 日本の音楽生活におけるドイツの影響力の強化に貢献したと報告している。大使館の評価は1943年にブーハープフェニッヒの妻がいわゆる完全なユダヤ人であると判明した時に一変した。ドイツ政府の介入によりブーハープフェニッヒは東京音楽学校教授を解任された。ブーハープフェニッヒは1946年に 東京音楽学校に戻り、1953年まで日本に泊まった。武蔵野音楽学校でも教壇に立っている。日本でブーハープフェニッヒに支持した、主な文下生は、栗本忠畑中良介、山田正嗣、牧院洋、三宅春江、柴田厚陸伊藤武夫、園田誠一、平原久慶子、川崎静子佐々木茂子、安西愛子、 藤山一郎など、日本の洋楽界を支えた早々たる顔ぶれである。彼の妻は1880年に、グライビッツに生まれた、オペラ及びコンサートソプラノであった。イルマ・ラッポルトという名前も持ち19、1907、1908年シーズンには、トリーヤ州立劇場に出演し、その後ニュルンベルク州立劇場で3シーズン過ごした。いくつかのゲスト出演もある。 東京でも声楽科の教師を務め、武蔵野音楽学校でも講師を務めていた。1953年年老いた夫婦はドイツに戻った。ヘルマン・ブーハープ・フェニッヒは1969年8月29日バーデンビュルテンベルク州、カールスルーエで死去。85歳没。イルマ・ブーハープ・フェニッヒも夫の1年半後の1971年にカールスルーエで死去。 91歳ボーツ、グローセス・ゼンガーレクシコンからの引用。バイロイト祝祭劇場近くの公園に、ファークム・タスティマンという本からの文章が載せられた、記念碑が建てられている。ヨハン・フリードリヒ・アグリコラ、彼の生涯と、作品ベルリン大学1922年。ありがとうございます。